ギター、ギターしか分かりません。そのギターがなんと悲しいことに今から二十数年前でした。あまり流行りすぎてしまったギターに世の中は制裁を加えます。エレキギターは教育委員会から禁止をされ、会場という会場は日本国中エレキが入っているだけで貸してもらえなくなってしまいます。悲しかった。なんで僕の作ったエレキギターが不良少年作らなきゃなんないんだ。禁止をした人方の話を聞いてみると、何にも聞いたことない。そのエレキギターが、その人たちのアンケートを取りました。教育者たちの一番好きな曲民謡、そして次の好きな曲が西洋のクラシック。分かった、それならこの寺内のこのエレキギターでクラシック奏でた時に世の中なんと